ーナイスジュニー。20半ばです。初めて買った車、初めての車が、はい、これこれです。エアコンない、はい、パワーステないないですね。車これだけ、これだけで。じゃあ日常から。そうですね。同じサイズのタイヤがついてるんだよ。持ってきました。あ、そうなんですか。はい。あ、はい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 。なるほど。あ、そうなんですね。ボトムレコール来るしないで。ゴールデン行く時はあの祭り出てきました。あ、本当。はい、おお、アクティブな人なんですね。両方やってるんですか。そうですね。ここはまあよく1週間で回復してきた。いやもう今週胃が死にそうで、ずっと肝臓がアルコール漬けでずっとそっちかい、なんとか治してる。体力じゃないんだ。3日未満は早朝から深夜まで飲むんで、ちょっと早朝から深夜まで仕事やってるとこじゃないそうですね。そうですね、あの時期は誰も仕事しないですから会社行くんで、そそも帰りますしあれよく見たら何年前だよね。動画大丈夫？あ、大丈夫大丈夫です。ちょっと取材されてるある風景、はい、はい、真剣取材しないと。してなかったですか？はいじゃないですよ。適当にやってますみたいな。これだから最終型だと。いやいやいや、これは。で、はい、今気に入ってるかな。あなたもそうですか？ポイントは？ポイントですか？一応ちゃんとまだフレームしっかりしてる。フォルムは似てんじゃん。確かにね。まだギリギリちょっとやりすぎかけですけど。危ない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 。もう危ない感じだけど。死にかけですけど、まだギリギリ倒れます。ギリギリだね。はい、ここからやると本当に。そうですね。うまいな。エンジン復帰できなくなる。なんとか補強しなきゃと思ってるし。普段倒してる？いや、普段は。たまには。あ、写真撮るときぐらいですかね。うん、乗るときにはちょっと。顔もなかなか辛いので。そうですね。風がもろに来ちゃうんです。はい。でも純正のドアだ。前にあのテント貸してた時には煙も浴びちゃうから。あ、そうですね。同じ車とは走りたくない、ね。そうですね。通す前は嫌ですね。顔がバーベキューになっちゃいます。ああ、いや、焼けるしね。足とか焼けるから、ね。ああ、焼けます。短パン履いてると。スーパン履いてると。もうこうすぐ焼けますね。あの足の甲が焼けるのよ。あ、サンダルが入ってると、はいはいはい、あれが、ね、痛い、痛い、痒い、痛が痒いっていう。あれ気をつけないと靴下がないで。学びました。一応スニーカー履いててよかったじゃん。ミンさんで開かないです。サンダルは。わかりました。気持ちいいんだけど。そうですよね。シートはもともとついてる。いや、これカプチーノの。カプチーノなのこれ。そうですね。これ前のオーナーさんが買った人、はい、多分ボロボロで買ったらしいんで、もうシート純正死んじゃってたので、はいはい、一応カプチーノのシートで、まあ、ちょっと弱破れてますけど。確かに。じゃあ直したんだ前のオーナーが。そうみたいですね。エンジンも全然
然死んでて40キロしか出なかったみたいなんですけど、うん、あのオーバーホールして今ちゃんと70キロぐらいまで出るようになります。それはすごい。はい、だいぶ80まで行ってほしいけど、80ちょっとメーター高いんで怖いです。下り坂ならな。そうですね、下り坂なら出ますね。18まであるんだね。そう、一応ありますね。振り切るぐらいまで行くはず。振り切りたくないんで、ちょっとギリギリ止めたいです。この辺は壊したらちょっと次がないんで。ああ、なるほどね。車これしか持ってないで乗る感じで。友達います？友達います。かっこいいおじさんのがいるけど。あ、ジムニーの知り合いなくって。いない。そうなんです。あの、それはいかんですね。会社の先輩にたまたまゴールデンウィークの時に会って、うんうん、乗ってるっていうのどこからか聞いたみたいな、うんうん、あの誘っていただき今日はなかなかこれ乗ってる人いないかな。年上、自分より年上なんじゃない？え？のこっちの方あ、そうですか。あ、いや、あ、そうです、そうです。全然全然ジョール56年とかの車じゃない？そうです、自分プラス20歳ぐらいちょうどよく乗る気になったね。あ、また運ですね。運はいいけど。ラッキーでした。ずっと乗る？乗ります、乗ります。売らないです、売らないです。いらんかったら。いや、そう、みんな言ってくるんで。そういうおじさんいっぱいいるから。浜松で塗装やってたら、塗ってたらそれちょうだいって塗り終わった後に言われて、嫌だよって。いや、俺も手持ってるいるなぁ。あ、そうなんですか。そう、いや、あげないですって交換して絶対ボロボロじゃないですよ。あれはなんかね、チャンパだけ欲しいです。チャンパだけ、そうですね、チャンパだけ、すごい、めちゃくちゃいいので言われてしまった。ちょっと握って。でも54年式だったよね。バンパーは本当は考えたって白なんですよ。そう、53年。53年か、ギリギリか。じゃあ初期の初期だな。垂れ目の初期の初期だ。あ、そうなんですね。すいません、ちょっとすいません、素人質問なんですけど、昭和53年ってことですね。そうですよ。1953年じゃない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 。そんな時にジムにありませんよ。1978年ですね。そうそう、そんなジムにまだ50年なんだよ。化石ですよね。ありがとうございます。多分ちょっと通ります。あ、はい。ありがとうございます。はい。おー、ナイスジュニー。かっこいい、ナイスジュニー。ありがとうございます。操作開始。操作開始、はい、ちょっと前に立ってもらって。はい、ボディチェックはダメだから。いや、ちょっともう回ってるから。ふやかしやめてください。ハロージブニー、はじめまして。はじめまして。自己紹介お願いします。はい、 SJ10 の、はい、はるかです。お、よろしくお願いします。はい、これは姿勢ですけど、ご自身の。そうです、はい。かなり珍しい組み合わせですよね。そうですね、だいぶ年上で。年上ってことは今おいくつなんですか？はっきり言わなくてもいいですけど、大体20半ばです。お、20半ばの女性が SJ10 乗ってる。そうですね、はい。なかなか被ることないんじゃないですか？そうですね、なかなかいないですね、知り合いには。これは SJ10です、はい。いつから乗ってらっしゃいますか？2年前からですね。2年前にこの車を中古で、はい、そうです、中古車屋さんで。いや、東京の知り合いのつてで買いました。その前何乗ってたんですか？何も乗ってないです。初めて買った車が。初めての車が、はい、これこれです。大丈夫ですか？頑張って。あ、逆にこれしか知らないから。これしか知らないです。はい、まあ、そうですね、車にエアコンってもない。これエアコンついてます？ないです ね、 ですね。暖房だけないもんだと思えばね。ないもんだと思ってるんです。え、なぜこれにしたんですか？可愛いですね。おお。見た目からですけど、はい、一目惚れ的な。一目惚れで、そこからマニュアル免許取りました。あ、
オートマの免許だったけど、あ、そうです、 SJ10 買ってから、買って取り行くまでにマニュアル取って、行動2回目で東京から乗って帰ってきました。すごい。実際乗ってみてどうですか？そうですね、癖はあるかもですけど乗りやすいです、意外と。そんなに難しくない、ただけど遅いですね。初めて所有した車かもしれないけど、はい、当然子供の頃親の車乗ったりとか、はいはいはい、まあ、彼氏さんの車乗ったりとか、はいはい、他の車を知ってるわけじゃないですか、はいはい、あ、そうですね、めちゃくちゃ不便じゃないですか？あ、雨の日ぐらい。なるほど。雨の日ぐらいですね。それ以外は全然苦じゃない。苦じゃないです、はい、例えばエアコンない、はい、パワーステないないですね、まあ、うん、黄色集中ロックもないないですね。はい、でも外からでもエンジンかけれるし、なるほど、だからとすぐ物取れるし。ちなみに、はい、じゃあ他にも所有してるんですか、車は？ないです、車はこれだけ。車はこれだけで。じゃあ日常から。そうですね、まあ、普段バイクも乗ってるんで、バイクとこれと。でこういう人がどういうバイク乗ってるか気になるんですけど。クラブマンをやっぱりそっち系なんだ。旧車仕様にして乗ってます。やっぱりそっち系なんですね。はい、浜松から自走で。あ、そうですね、このオールド J は何回目の参加ですか？初です。初？初です。もうこれを知って、ちょうどゴールデンウィーク中に知って、はい、知り合いに来たらっていうふうに誘ってもらったんで。なるほど。で初めて来ました。すごいですね。自走でどんぐらい変わりました？1日とまではないですけど、はい、うん、15時間くらいですか。おお、まあ、結構ゆっくり来た感じですか？いや、結構ずっとベタ踏みなんですけど。ベタ踏みで15時間かかった。15時間で来れただけ良かったかなと思ってます。フォローなしで来たんですか？一応来る時まではフォローはつけて。あ、なるほど、はい、さっき外して今オープンにした。倒して、そうですね、普段は一応上げて走ってます。この状態で買ったんですか？この状態で買いました。自分でいじったとことかはない？知ったのはないですね。ちょっと死んじゃったところがいろいろあるんで、そこは買いましたけど。あ、メンテナンス的なことはしてると。そうですね、それぐらいですかね。メンテナンス結構かかりますか？まあ、部品ないんで。あ、なるほど。作るとちょっと高いですね。あ、ぶっちゃけ愛着湧いてる感じですか？じゃあ。いや、そうですね、やっぱり手かけると愛着湧くんだなという。ちょっと全体的にちょっと車案内してください。あ、はい、はい、自分はね、このテントが全然詳しくないんで。ああ、はい、そんなに詳しくないですけど、一応ハンドルはナルジーのウッド調のやつつけてます。で、まあ、ここは、まあ、メーターありますけど、まあ、80キロまでしか出ないメーターで、まあ、70キロぐらいしか出さないですね、はい、でラジオはちょっと漏電してたんで取っちゃったんで、あれは完璧に飾りになってます。なるほど、まあ、はい、いい飾りになってますよ。そうですね、おしゃれだもん。まあ、4速でですね、はい、これが一応ドアで、ドア、これがないと車検通らない、はい、なるほど。純正ですかこれ？まあ、多分純正なんじゃないですか。純正なんだ。そうなんですよ、これバネで閉まるような感じで、はい、こんな感じです。でシートがカプチーノついてるんですよね。シートはカプチーノで、はい、純正はちょっとボロボロだったみたいなので、まあ、今もちょっと破けてますけど。ロールバー純正ですか？ロールバー純正のはずですね。じゃない。あ、じゃないのかな。やっぱり車内か。あ、そうか、そうです。もともとここ、うん、シート最初多分乗ってたんだろうなっていう跡はついてる。で、ホイールが11のホイールを塗ってるっていう。そうです。11のホイールで、はい。ちなみにこのボディ色っていうのは純正色ですか？一応純正色を作ってもらいました。中の色が純正だから、はい、ちょっと黄色い、ね、ちょっとは黄色いかもですね。ああ、なるほど。でもこの色があったってことですね。そう、作ってもらいました、はい、すごい、この辺がこの辺すごいですね、なんかこれ当時からそうだよ。56例の16なんていうタイヤ知らないよね、みんなね。あ、15か、うん、4プライ。そうか、そうか。適正空気圧が 1.2 ですよ。私のバイクの半分ぐらいしかないですね。はい、ちょっと後ろ回りましょうか。はい、一応ここが、はい、ピンと引っ掛けるところで、ここにキャリアがつくんですけど、お、今日は置いてきてます。ここにステッ
ットはついてて、はいはい、ああ見たことある、はいはい、そうです、倒せるはずなんですけど、はいはい、いいですよ、大丈夫ですよ、大丈夫です、はい、大変そうなんで、お、死んでない、死んでない、おお、いいですね、あ、かっこいい、こんな感じで、ちょっとやってみてください、はい、死なないかな、こんな感じで、死なない、死なない、乗ります、はい、乗れるところは、すごい、はい、まあいらないだろうと思いますけど、普通に横から入る、はい、ステップね、いらないですよね、でも4人乗りならいるんだよね、ああなるほど、後ろからしか乗り込めないからね、アフラーがピカピカですね、そうですね、アフラーは変えてますね、純正じゃないです、アフラーは APIO 突撃チャンバーってやつらしいです、なるほどアピオさんの、うん、はい、あとはショックとかは純正なのかな、足回りはそんなに変えてないはずなので純正だと思います、うん、車高はノーマルってことですね、ノーマルのですね、はい、開けてないです、いやかっこいいですよ、でも、ね、注目の的じゃないですか、いやいやいや、こういうイベント来ると20代の女性がオールド J に来てるっていうね何時に来たんですか、今日は、今日8時前には来ました、8時前なのに皆さん揃ってましたよね、揃ってましたね、8時前、やっぱオールド J だから多分6時ぐらいからラジオ体操やったんじゃないかなと多分そうですね皆さん早いんで汗すごいですね、はい、味がある、中はちょっとボロボロなんですけど、違和感がないですよね、かっこいいですもんね、あのお姉さんが乗ってると、ありがとうございます、オープンにしてるからかっこよかったのかな、あ、前が倒れてるからかっこいいんだね、うん、そうです、似合ってるもん、で倒れるのはいいですねそのヘアスタイルとサングラスもこのオープンに合ってるんですよ、ありがとうございますマイアミっぽいですもん、マイアミこんな感じですかね、いいですね、ナイスジミーありがとうございます、いいものを見せてもらいました、操作協力に感謝する、Thank you, Devlock. ナイスジム。ありがとうございます。